あの今回ですね、あのホシマティックプロジェクトで、我々ですね、ホシマスイセ先輩のライブツアー埼玉スーパーアリーナ公演ですね、参加させていただきました。あ、いや、まあ、まずさ、やっぱさ、風間一応さ言ってしまえば社内の人間だから、スイちゃんのライブがあること自体はあのみんなが知るより前に知っていたんですね。お知らせが来た時に、スイちゃんがソロライブ、しかもツアー埼玉スーパーアリーナ、うわードンってなって、埼玉だったらワンちゃんいけるな、よし、じゃあまず一旦マネちゃんにバレないようにチケット取って、どうにかしてその日は休みを勝ち取り、もうね最近収録とかすっごいいっぱい入ってたから、でしかも駅近っていうのを聞いて、いけるでこれと思ってしめしめってしてたの。マネちゃんね、風間がスイちゃん大好きなの分かってるのにね、マジ意地悪なんだよね、あの人。イラさんつって、ライブの出演ゲスト依頼来てますよって、あのいつもの同じトーンで来たのね。あ、了解です。え、誰だ誰だろう、嬉しい嬉しいと思ってパッて見た時に、え、星町水星ソロライブツアー埼玉スーパーアリーナゲスト星マチックプロジェクトダーン、うわー絶命。マネちゃんにどこでニヤニヤしてた、命なくなったよ、ドンってなって、プル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 ってなって、オリジナル曲星マチックプロジェクトでオリジナル曲が出ます、作りますっていう風にスイちゃんからアナウンスがあるの。絶命、苦しい、オリジナル曲本当にめっちゃ嬉しいってなって、ピッって一回魂が飛ぶのね。この曲は収録する際にスイセイさんがディレクションとして入りますっていう風に、スイちゃんがディレクション、まずもうおかしいんだよね、現場に行くとこちまちついてたまがこうやって、あのいつもディレクターが座ってる席にこうやってこうやって座って、あ、おはようございますいろはさんみたいな感じでドン、大丈夫ですかいろはさん、大丈夫です大丈夫です、元気です、元気ですか、元気です、ありがとうございました、緊張した苦しいってアキ先輩が若干伸びてて、いろはさん大丈夫ですよ、なんか今ちょっとアキさん押してるらしいんで、まだ呼吸整える時間ありますね、にんまりみたいな感じでマネちゃんがすっごいじってきて、この野郎と思いながらピッてこうね、本人を目の前にしたらもうマネちゃんにピッてした分の勢いぐらいで風間の魂がピッて飛んでって、でディレクションが始まって、あーって言いながら歌って、足分けをですね、気づいたみんな、なんかさね、スイちゃんが歌った後になんかこの風間いろはとかいう女歌いやがってちょっと割とずっとスイちゃんのご近所パートをしていて、やめ、ニコニコかまじやめてんねん、そのマネちゃんの顔思い出すわマジでなぜかスイセ先輩の後に風間いろはが歌うっていう、まずあの振り付けも見てもらうと分かるんだけど、スイセ先輩とこうスイッチするんだよね、逆 V の字になって、スイセ先輩がその歌ってるパートから風間がそこでスイッチして入れ替わって、こう逆にね、後ろにいた水星先輩にこうパワー、みんなでパワーを送ってもらうんだけど、もう右後ろから水星先輩の波動を感じるブルブル位置になってて、あのまマジであのあの死亡パッタ、あそこマジで迷惑かけられないスイッチで、みんなは後ろ向いてこう壁がねこうブワーって登っていくこう振り付けしてるんでござるが、あの風間だけスイッチするから少しだけスッって早めに壁上げ切ってスッってくるって振り返るんだけど、水星先輩がどう通ってくるかを気配で察知して真ん中にねぶつからないように行くっていう、まずね、あー苦しい助けてって言いながらやってた。サビ終わった後にすっごいチルいタイムが来るの、この曲ゲッザクラン、そうゲラ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 って、あのスバル先輩とかトア先輩たりがやった後に、苦しいの辛いのってスイちゃんパートが終わった後になぜか痛いのノーセンキューって風間いろはがやるのね。なんでこんないいパートをやらせてもらっていいんですか。さあスイちゃんのさ、苦しいの辛いのって入っていくの、かっこいい、このスイちゃんのかっこいいバトンに風間いろはが答えられなくて、なんかちょけたら、だってもうそれは風間いろはのせいじゃん、わかるでござるかこれ気持ち。で推しがかっこよく決めてんのにさ、後ろでこのちょけたらやばいっていうこの責任重大なポジション
チョケられるわけがない、やるしかない、やりました。そしたらね、結果かっこいいって言ってもらえてよかったです。なんかスイちゃん前から来るっていう勢いになったら、かっこよくしなければいけないっていう、かっこいいスイッチオンみたいな感じでね、ピッてスイッチ入ってね、なんとかやりきれました。イケメンのところをきっとね見せられたと思います。はい、あのダンスで一番迷惑かけられないポイントがあったの、皆さん多分ね、じゃ正面カメラ切ってなかったからね、わかんなかったかもしんないんだけど、トア様とコンコイが連番で立ってるところがあるんですけど、なぜかセンターにいて、なぜかスイちゃんの前にいて、スイちゃんが後ろからスイちゃんの気配がするの。頭の上をスッなぞるじゃないけど振り付けがあって、スイちゃんと手を振り付け考えてくれたあのダンスの先生に、初回で振り入れ行った時に、イラさんこれスイちゃんとイラさんペアなんですって言われて、これスイセイ先輩とペア、測ったなドンでまたお亡くなりになってお手本動画みたいなの送ってくれるんだけど、まあ、風間いろははさんポジションを踊ってくれた先生がすごい風間のことを好きでいてくれて、いやすごい緊張しちゃいますよね、緊張しちゃいますよね、でもここの振り付けはなんかこうこうこうでみたいな説明を受けた時に、後ろの人が前の人をこう守ってあげるじゃないけど、そういうイメージなんだって。だからそのね、そういう振り付けの意味がありますいろはさんって聞いた時にね、説明した命なくなった。ござるよ、これ今スイちゃんに守られているってこと、風間が用心棒なのにスイちゃんに守られているって、うっみんなありがとう、サラサラサラみたいな感じになっちゃった。星に守られるの羨ましいだろ、うん、子供のことはみんなが守ってあげるから安心していいぞ。みんなさ、風間がさ、みなどのこと風間が守ってあげるキャッみたいなことやるとキャーって言ってくれるじゃん。それがリアルで現実に行われていた世界線があったのがあれしかも埼玉スーパーアリーナっていうでかい世界の中でさ、もう本当に嬉しくて倒れちゃうでしょ。うん、倒れたよ。なんかホスマティックをやってる時は水星先輩は推しであるんだけど、やっぱそれ以上にやっぱすごい頼れる先輩なんだよね。普段こんだけあの星読みをさ、ちょっと頑張って抑えようとしてるんだけど、いじみ出されちゃうと連日本当にごめんなさいって思いながら、本当に水星先輩ってすごく頼れる先輩で、ね、ちょっとしたこともやっぱ気にかけてくれたりするし、足分けとかもなんか見てるとすごい全員のそれぞれのいいところを輝かせるような足分けとかになってたりして、なんかそれも多分ダンスもめっちゃみんなのいいとこ出すためのダンスの振り付けすごい考えてもらうように、多分すごいディレクションしてくださっていたりとか、自分が一番大変なはずなのに星野ティックのメンバーのことをすっごい気遣ってくれて、しーちゃんみんなと踊ってる時本当に楽しいって言ってくれたりとか、やっぱそれだけで救われるしね、めっちゃ褒めてくれて、水星先輩、水星先輩も緊張してるはずなのに、なんか自分のやつでさ、ライブツアーなんて大きいことすごい緊張しているはずなのにすごい気遣ってくれて、そういう時はやっぱり一星読みの風間いろはじゃなくて、もう本当に水星先輩の後輩だなっていう、水星先輩はやっぱホロライブの先輩なんだなっていう、その限界化とかじゃなくて普通にもうやっぱ、あ、頼れる先輩、本当にあったかいなっていう風にね、一先輩あったかいなって、でやっぱご飯一緒に行ってくれたりとかさ、いや今日はもうスイちゃんが全部出すみたいなそう、すごいやっぱでっかい背中だし、しかもレッスン中に結構いろんな話とかも聞いてくれて、うん、めちゃくちゃ嬉しかった。もう限界かとかじゃなかった、やっぱ一ファンとしても大好きなんだけど、今回のホシマティックではやっぱ先輩としてね、すごい尊敬するね、うん、大きな背中を見ましたね。テテ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